パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ホビーボスハンガリー軽戦車トゥルディ3です。最近軽車両っていうんですかね、まあ、こういう軽戦車とかサポート車両結構ハマってて、そんな中でまあ買ったやつなんですけど、非常にまあハンガリーっていうだけでまあ珍しいですよね。ホビーボスぐらいじゃないですかね、ハンガリーのメーカー以外でこういう車両いっぱい出してるの。キット自体はまあ2013年発売なんで、まあぼちぼち前ですかね。まあとはいえ、まあホビーボスのキットなんで、まあ内容とかディティールはもう押して知るべしって感じですよね。はい。では早速中見ていきましょう。組み立て説明図です。これは塗装図ですね。広告入ってます。車体のパーツですね。これはもう足回りですよね。砲塔。これも砲塔ですね。主砲周り。立体です。はい。組み立て式ですね。これは上部車体ですね。箱組み済みの下部車体。デカールですね。エッチングパーツ入ってます。パーツは以上です。組み立て説明図です。表紙は注意書きですね。まあパーツ図ですね。はい。これだけですね。はい。天輪の組み立てから始まりですね。まあ基本全部モナカですね。で、気取りにだけパーツがもう一つついてますね。ポリキャップは使ってないですね。はい。下部車体にリアパネルかな。いや、前かな。はい。フロントパネル一部つけて、サスペンションのパーツつけてますね。まあこの辺の流れはもう一連の戦車の工作っていう感じですね。これまあリターンローラーの基部とかサスペンションのパーツを一部またつけて、これは正面の牽引フックですよね。はい。リターンローラーつけてますね。はい。あとは気取りと誘導輪の基部ですね。うん。で、スイングアームつけて。結構細かく分かれてますね、作業はね。で、天輪類をつけると。はい、履帯の組み立てですね。まあ、バラバラでしたんでね、これ。はい。数も一応ちゃんとついてます。はい。これは、リアパネルですね。はい。多分これはもう排気管ですね。はい、みたいですね。リアパネルを貼って、乗車体の工作ですと。この辺はエアインテークですかね。で、フェンダーを取り付けて、で、はい。フェンダーのステイが全部エッチングパーツですね。この辺はやっぱり分かってますよね。絶対目立つんでね、こういう戦車は。はい。雑具箱ですかね。はい。あと、この辺は点検パネルかなんかですかね。で、ドライバー席の周りの工作とか、ヘッドライトをつけて、細かいパーツですね。これは、ヘッドライトのガードで、エッジパーツですね。はい。一応こういう図面がついてますね。あと、エンジンルームの上の、こういう点検口とか、をつけて車
車体を貼り合わせて車体完成かなですね。はい、応答ですね。まあ応答は基本的に箱組みをして、キューポラはペリスコープっていうんですかね、まあ覗き窓がちゃんと分かれてるわけですね。で、元脇の覗き窓とかをつけて、手法をつけて、はい、乗せて、完成ですね。はい、はい。はい。いや、シンプルでいいですね。塗装図ですね。はい。ハンガリー軍のパターンが一つあるだけです。箱組み済みの下部車体ですね。はい、もう非常にシンプルですね。多分何もないんでしょうね。本当にこの辺もサスペンションとかリターンローラーの器具のパーツがあるだけですね。はい、走行表面はまあ普通の梨地ですかね。はい、上部車体ですね。フェンダーがついてないと走行車みたいですよね。はい、モールドは非常にいいですよね。シャープで、ボルトはボルト、リベットはリベットでもちろん分かれてますし、こういうところですよね。給油口とかヒンジとかすごくシャープでいいですよね。多分この辺のルーバーは本来は貫通してるんでしょうけど、まあ問題ないですね。で、こういうとことかですよね。この車両本当にこう非常に複雑な格好してますよね。まあ、対戦初期の車両ってこう割と多いのは複雑な、何ですか、多角形っていうんですか、多面形っていうんですか、そういう加工した車両が多くて、まあ、本当になんかいい、そういう雰囲気よく再現されてますよね。うん、はい、こういう感じですね。砲塔です。はい、もう砲塔は上はもうほぼ一体形成で、下のはい、そことこの2つ分かれてますね。はい、それだけです。まあホビーボスのねキットなんで、まあこう当たり前っていうんですか、こういう細かいところのディテール、ものすごくいいですよね。これね、これ多分ベンチレーターなんですかね。はい、ところのディテールはもう本当にシャープでいいですよね。細かいパーツですね。まあ砲塔につくものがメインですかね。これ手法防潤ですよね。あとハッチがついてたりとか、この辺は砲塔につく細かいフックとか、あとこれはホーンみたいですね。ヘッドライトかな。でこれ手法ですね。これが方向かと思ったら違いましたね。これはキブのスリーブで、こっちこれが方針で、これが方向ですね。マズルブレーキのところは一応ハイダーっていうんですかね、いわゆる排気口、穴がちっちゃいのが開いてるんですけど、ちょっと浅いですよね、これはね。貫通させるか、ちょっと彫りを深めてあげたいですかね。はい、まあそのぐらいかな。車体につくパーツですね。はい、フェンダーとかいろいろ入ってます。フェンダーですね。はい、まあ一体形成ですけど、一応ディテール必要なところはちゃんとついてますね。あとブラケットのつくところはきちんとガイドがついてますね。これはリアパネルかで、排気管ですね。これがね、これがドライバーハッチンなんですかね。ドライバー席の天井ですね。気取りの器具とか、あとこの辺はサスペンションのパーツとかですかね。で、ここの部分がこうスポンジで保護されてましたけど、やっぱり細かいパーツ入ってますね。これは車体の後ろにつく手すりみたいなやつと、これ正面につくやつですよね。車体正面につく。はい。この辺は雑具箱みたいなやつですよね。一体形成ですけど、まあすごくよくできてますよね。うん。このパーツは車体脇につく多分エアインテークのところのルーバーですけど、まあものすごいシャープですね。うん、これがリアパネルのところにつく、はい、インテーク。さっきの車体の後ろにつく工具箱の、
これ蓋ですかね。はい、はい、もう見えますこのヒンジ、すごいですね。駒田キューポラの付け根とか、まあでも細かいパーツがいつも通りすごいシャープでいいですよね。足回りのパーツです。同じランナーが2枚入ってます。ロードオイルですね。こっち側はユドリンですね。いやこれすんげえよくできてますね。見えるのかな、プレスのなんか緩い感じがすごくよく出てますよね。へえ、すごいなこれ。まあ、細かいパーツね、ほんとシャープですよ。これコマンダーキューポラの覗き窓でヒンジとかしっかりできてますもんね。うん、すごいなこれ。これはリターンローラーだけど、なんでこんなところにターボがついてんだ。はい、これホイールキャップですよね。で気取り、これもすごいですよ。チントネジがやっぱりしっかりできてますよこれ。でギアの先端にゲートついてないし、いやすごいなこれ。これは気取りのホイールキャップみたいなやつか。はい、いやねえ、もうすごいですよこれ。本当に、へえ、これが、はい、もうワンセットの、はい、ロードホイールですね。もう見えますよね、こういうパーツがものすごい綺麗に抜けてますもんね。今のパーツの裏側です、ロードホイール。まあ押し出しピンの跡もね当然ないんですけど、これ裏側のここのリムっていうんですか、はい、これモールっつうのかな、はい、出っ張ってるところもうちゃんと再現されてますよこれ。すごいなこれ、うん、気取りもものすごくいいですねこれね。はい、これはやっぱりリターンローラーですね、うん、なんで中心にタボがないんだろう。組み立て式の履帯ですね。はい、ピースが全部バラバラですね。同じランナーが全部で11枚あります。履帯です。はい、まあバラバラですね。ゲートがねとりあえずいっぱいついてて削るの大変そうですね。はい、ディティールはまあこういう感じでものすごいシャープですね。はい、まあちっちゃいですよ、はい、これが僕の小指なんで、いやね、確か120何枚とか片側250枚これを成形するともう大変ですね。いやでも本当によくできてますね。リンクピンの出っ張ったとことかもちゃんとついてますしね、はい、このランナーはバリがほとんどないですね。裏側ですね、はい、もう押し出しピンの跡も ないですし、もう 前から見ても後ろから見ても全然変わんないって感じですね。はい、でこの履帯ガイドホンが異様に長いですね。はい、もう最初は僕はゲートを逃がしてるのかと思ったんですけど、違いますねこれ、ものすごいガイドホン長いですね。はい、デカルですね。はい、ハンガリーのまあナショナルマークっていうんですかね。はい、あと車両の番号ですね。はい、これだけです。エッチングパーツです。結構使わないパーツが入ってて、これ多分自走法と共用ですかね。まあ使うのはフェンダーのブラケットとライトガード、はい、これですね。パーツの紹介は以上です。総評です。まあホビーボスらしい手堅い仕上がりでしたよね。はい、もう本当によくできてたと思いますよね。希少車っていうんですか、ハンガリーの戦車自体が、まあ、きっとあまり出てないですから、まあ、やっぱり作るとなったらこれしかないんで、まあ選択の余地はないんですけど、まあそれにしてもよくできてましたよね。うん、今まあ箱絵を見ながらこう話をしてるんですけど、やっぱりガイド本は長すぎんじゃねえかなみたいな風に見えちゃうんですけどね、どうしても。はい、まあもし削んなきゃいけないんだったら大変ですかね。はい、あとまあそうですね、まあ唯一まあ気になったのは
フラッシュハイダーっていうんですか、まあ、マズルブレーキですかね、まあそこぐらいですかね。あの箱へ見ても分かる通りこうちっちゃい穴がいっぱい開いてるんで、まあそこ目立つなっていう感じだったんで、まあ穴を貫通させるか少し深く掘ってあげたいかなぐらいですかね、はい。まあエッジパーツとかもねちゃんと入ってて非常にバランスがいい、組み立てやすそうな、はい、いい感じのキットでしたね。うん、いやあのもうさすがです。はいはい、今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。